どうもビンゴおじさんです。今回のテーマはこちら、テトリスの作り方について解説をしていきます。まずですね、どのようなゲームかを見ていきたいんですが、はい、旗を押すとですね、いわゆるテトリスゲームなんですけど、はい、このようにミノが落ちてきて、こう回転させることができます。で、これを下にこう配置していって、こんな感じですね、配置していって、で、次の、ミノがですね、この右上に表示されていると。で、こう1列揃えると消えてドンと下がると、はい、そして、点数が入っていくという、一般的なテトリスゲームになります。はい、このテトリスなんですけど、いろんな方からリクエストはもらってたので、いつか作らなきゃなというふうには思ってたんですが、ちょっとアプローチを今回、どのようにしたかというと、はい、こちら見ていただきたいんですが、テトリスを作るアプローチなんですけど、これ結構一般的にですね、スクラッチでやられているのはこの色の判定を使う方法というのが結構やられている場合多いんですけど、こちらの場合、コードは直感的で結構わかりやすいんですが、かなりですね、バグが起こりやすいというふうに思っています。で、今回はコードは少し複雑になるんですけど、このバグが起こらないこのリストを使う方法を採用したいと思います。で、なるべくですね、分かりやすく説明したいと思いますので、ぜひですね、今回、複数回に分かれると思うんですが、最後まで動画見ていただければなというふうに思います。このチャンネルではですね、いろいろな、ゲームの作り方から、テクニックの解説までしていますので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきたいと思います。はい、では新しいプロジェクト開いてもらって、この猫はいらないのでも消してしまいましょう。はい、そして、まず、ステージの考え方なんですが、はい、こちら見ていただくと、今回このゲームのステージはこの黒い部分がステージですね。ステージが横10ですね。で、縦16のブロックで構成されるステージを作って、その周りに枠をつけます。そうすることで、この四角のブロックが、横が12、縦が18の、こういうステージをまず作るというところから始めていきたいと思います。で、そしてそれぞれのブロック、マスですね、マスに0から01234という形で最後215までマスの番号をつけてですね、このマスの番号ごとに管理していくというやり方を今回取っていきます。では、まずこれをですね、スクラッチ上に描くところからやっていきたいと思います。はい、では、プロジェクトに戻りまして、まず新しいスプライトを描くでを選択してですね、で、ここにマスを作っていきます。で、このマスなんですが、これ、スプライトの名前をブロックにしておきましょう。はい、で、一つ一つのブロックは縦20、横20の、正方形にしたいと思います。で、塗りつぶしは真っ黒にして、真っ黒ですね、真っ黒にして、枠を今回、はい、2の太さで、枠線は、灰色にしましょう。00。このぐらいでいいですかね、の、塗りつぶし黒の、枠が灰色の、これをシフトを押しながらこう伸ばすとですね、ごめんなさい、四角ツールを選んでシフトを押しながらこう伸ばしていくと、このように正方形が描けます。で、今これ適当に描いたんですけど、3737となっているので、これをですね、はい、このように20-20になるまで調整をしていきます。今19-19ですね。はい、このぐらいでしょうか。はい、これで今20-20になったので、これでこれを真ん中にパコッとはめます。で、これで一つブロックが完成したと。で、このブロックを、敷き詰めていくっていうのをまずやっていきたいと思います。で、この、コスチューム名は一旦背景にでもしておきましょうか。はい、では、コードに戻って、この、ブロックを敷き詰めるところをやっていきます。で、旗が押されたときですね、旗が押されたとき、はい、クローンを作るので、
クローンを使うので、見た目はこれオリジナルは隠しておきます。オリジナル、これオリジナルですね、は隠しておいて、クローンを作っていくんですが、このクローンごとに番号をつけたいので、番号という変数を作ります。はい、番号、はい、でですね、この番号ごとに動き制御していくので、このスプライトのみ、こちらにチェックを入れるようにしてください。で、はい、で、まあ、番号をこれチェックを外しておいて、で、番号を一番最初は0にします。0にする。そして、まず Y 座標を動きから、Y 座標を、170にしてください。これ実は一番上が170ということなんですけど、はい、170にして、で、ここにですね、2つ何回繰り返すというのを2つこう重ねます。重ねて上を18、下を12にします。はい、内側は12ですね。で、12にした方の中に動きで X 座標を何々にするというのを入れて、で、ここの何々の中身が、これが少しややこしいんですが、演算で、はい、こう足し算を使って、マイナス110足す、はい、ここの中に掛け算を入れて、この何々を何々で割った余りというのをここに入れます。パコと入れます。はい、で、ここの中を変数で番号にします。番号を12で割った余りかける20にして、自分自身のクローンを作ると。こうですね、自分自身のクローンを作る。そして番号を1ずつ変えると。はい、で、この、下のここの境目にですね、 Y 座標をいくらずつ変えるというのを持ってきて、ここをマイナス20ずつ変える。はい、というふうにしてください。はい、そしてですね、はい、ここにクローンされたとき、クローンされたときですね、クローンされたときに、はい、見た目で表示をするというふうにします。まあ、そうすると旗を押すと、このようにつらつらつらとですね、はい、12×18 のマス目ができるということになります。まあ、これ何をやってるかというと、まあ、これよく使うコードなんですけど、この12回繰り返すというのは、つまりこの左を作っているところですね、0から始まって11までを作っている。それが一番左上が Y 座標が170で、 X 座標がマイナス110ということになります。で、マイナス110からに対して足す番号を12で割った余りかける20。例えばここが番号が1番目だとすると、1を12で割った余りは1なので、1×20、マイナス110足す20がこの1の場所で、2の場合は2余るから、マイナス110足す、2×20 で40ということになりますと。ということで、これ横を作って、で、それが一番右まで行ったら次2段目になる。で、2段目になるときに Y 座標をマイナス100、マイナス20ずつですね、で変えて、また同じように12回横に繰り返すというので、まあ、これでマス目を作っていくということになります。はい、で、一つですね、このコード問題があって、この旗を押したときに、この常にですね、チロチロこう出てくると。で、これをいっぺんに出したいと思います。で、いっぺんに出すやり方があって、はい、ここの部分ですね、このブロックを並べる部分っていうのをブロック定義にしてしまいます。で、ブロックを作るで、まあ、ブロックを並べるというふうにして、で、この時に画面を再描画せずに実行する、ここにチェックを入れます。チェックを入れる。で、OK して、このブロックを並べるという定義を先ほど作ったやつにして、ここにブロックを並べるというブロックをですね、入れてあげます。まあ、そうすると、はい、旗を押すとポンと、もういきなり、全ての 12×18 マスのものが出てくるということになるので、まあ、このようにしてください。はい、
でここまでできたらですね、次にこの枠ですね、この枠の部分、これ今全部黒になってしまってますが、枠の部分は少し色を変えたいと思います。ですのでこのブロックのこのコスチュームの中で、これを右クリックで複製して、ちょっとこの中の色をですね変えたいと思います。はい、この、バケツのツールでですね、塗りつぶしで、0075ぐらいでいいかなを作ってこの色を塗ります。はい、こうします。でこれを背景にではなくて、ここを枠というふうにしておきましょう。はい、で、この後ですね、この周りを枠にしていくっていうコードを書いていきます。で、ここに書いてもいいんですが、ちょっと今回分かりやすいように、はい、スプライトを選ぶから描くで、空の、スプライトを作って、この名前を枠にしてあげましょう。で、これはコードだけを書いていきます。はい、でここからコード書いていくんですが、今回新たにこの変数の下にあるこのリストを作るから、はい、枠ブロックというリストを作ります。で OK。 でこのなんでリストを作ったかというと、この枠ブロックというリストの中に、はい、この先ほどのですね、この枠の番号01234567891011で23354759、この枠の数字っていうのをこのリストに入れてあげます。で、この後やりますが、この、枠のリストにある番号のものはこの色にするっていうふうに後で定義していくということになります。はい、ではこの枠ブロックにすべての先ほどの数字を入れるんですが、まあ、あの枠ブロックの数字はですね、後から変わることがないので、もうここにですねプラスで、どんどんですね、012というふうに書いていってもいいんですけど、まあ、ちょっとそれではあまり芸がないので、ちょっとコードでですね書いていきたいと思います。で、イベントで旗が押された時に、枠ブロックのすべてを削除します。すべてを削除する。はい、そして、枠のをセットしていくんですが、一番最初に入れるのは0ですね、0を枠ブロックに追加する。でそっからこれ見ていただくと、123456891011までは、1ずつ変わる数字になっているので、これはもうコードで書いていきましょう。1つ N というもう何でもいいですが変数を作って、この N を最初は0にしておいて、制御で、何回これですか、これを11回ですね、11回 N を1ずつ変える。はい、で、何々を枠ブロックに追加する、これを N を枠ブロックに追加する、まあ、こうすると旗を押すとですね、はい、123456891011まで追加されたということになります。で、この次ですね、この次はこれ縦に行きます。次11の次233547、これは12ずつ大きくなっていっているので、この後にですね、これを17回右クリックで複製して17回繰り返すというふうにして、 N を次12ずつ変えて N を枠ブロックに追加するとします。はい、で、次は、まあ、ここまでやってみましょうかね。旗を押すと、11まで来て、その後233547というふうにして、一番最後が215までいってますね。ここですね、215まで。で次はこれ左になるので、次は1ずつ下がっていきますね。1ずつ下がっていく。はい、ですので次またこれ複製して、ここを、11回、繰り返すにして、 N をマイナス1ずつ変えるにして、はい、バックブロックに追加する。はい、で最後は上に上がっていくので、16回、はい、繰り返すで、N をマイナス12ずつ変える、はい、というふうにすると、旗を押すと、はい、枠ブロックというリストの中にですね、先ほどの、はい、ここの周りの数字がすべて、入ったということになります。
では、このバックブロックのですね、このチェックは外して、この N も外してですね、でこのブロックのコードに戻って、でクローンされた時にこの表示するというのがありますが、まあ、ここに、はい、コードを追加していきます。でここにですね、制御でこうずっとを入れて、はい、もし何々なら出なければというのを追加して、先ほどのリストのこれですね、枠ブロックに何かが含まれるならっていうところに、ここに番号、先ほど作った番号ですね、番号が含まれるなら、そのコスチュームは見た目でコスチュームは枠にすると、でなければコスチュームは、はい、背景にするというふうにしてください。そうすると旗を押すと、はい、このようにですね、はい、枠とこの背景ができたということになります。で今この枠がチロチロチロってなるのもこれ時間かかってたので、これはですね、はい、先ほど作ったこのコード、このコードももう、はい、ブロック定義にしてしまうといいかなと思います。これまあ枠を作るとかっていうふうにしてですね、これも画面を再描画せずに実行する、はい、で、このように入れ替えてあげると、はい、旗を押すと、はい、一瞬で出ると、ああいうことになります。はい、ではですね、次にこの上からこのミノを落としていくっていう、まあ、その動きを作っていきたいんですが、このミノを落とすというのはどういうことなのかっていうのをちょっと考えていきたいと思います。ではこちらを見ていただきたいんですが、このミノですね、これを S ミノというんですが、まあ、この形の S ミノを落としていくっていうところを考えていきたいと思います。で、この S ミノというのは一番最初に現れるのがここの場所です。でここの場所っていうのは番号で言うと17、18、28、29という、まあ、この4つになります。ですのでこの4つが一番最初は赤になりますよと、ああいうようなところをやっていきたいと思います。はい、ではプロジェクトに戻ってですね、このまた新たにスプライトを描くでですね、これ名前を、はい、ミノ、ミノですねというふうにしましょう。でこれもあのコスチュームはなしで、コードだけを書いていきます。でこのミノですね、このミノの先ほどの、17、18、28、29でこの数字もこれもリストで完了していきます。はい、では旗が押された時に、はい、これまたですね、新たにリストを作ります。まあ、今回は非常にたくさんのリストを作ります。でリストを作るでミノというリストを作ります。はい、でミノは、一番最初は何も空のミノを作っておきたいと思います。必ずですね、ミノは4つで構成されるので、ミノのすべてを削除して、空のものを4つ作っておきたいので、4回繰り返す。4回繰り返す。で、先ほどの何かをミノに追加するの、この何かの部分を空にしておきます。はい、そうすると旗を押すと、はい、ここにですね、空の4つの枠ができます。でこの4つの枠のところに、ミノの数字を入れていきます。で、ミノを落とすのはどこから落とすかというと、このブロックの方に戻ってもらって、はい、旗が押された時にブロックを並びます。でそこからまあ1秒ぐらい待ってですね、1秒待って、でメッセージで、はい、ミノを、ミノをはい、ミノを落とす、はい、というようなメッセージを作りましょう。でミノを落とすのメッセージが現れると、はい、ミノを落とすを受け取った時ですね、受け取った時に、はい、先ほどのミノの1番目をこっちですね、ミノの1番目を、17で置き換える。で、ミノの2番目を18で置き換える。ミノの3番目を、28ですね。28。
28で置き換える。でミノの4番目を29で置き換えるというふうにすると、旗を押すと1秒待って17、18、28、29という数字が入ると。で、この数字になっているものは、赤色にするというふうにしたいので、先ほどのこのブロックのコードに戻ってコスチュームでもう一個作ります。右クリックで複製で、はい、ここを赤にするので塗りつぶしで赤 を作ります。赤は100、100、100で作れます。でここの真ん中を赤にすると、はい、でこの名前は、落下中、落下中ですね、はい、というふうにでもしておきましょう。そして、このコードに行って、先ほどのクローンされた時に、まあ、枠ブロックに番号が含まれるならコスチュームを枠にして、それでなければ背景にするというコードがあったので、ここにもう一つイベントで、何々もし何々ならでなければというのを、これをですねちょっと組み替えていきます。これをこうしてこうします。はい、で、ここの中にここを右クリックしてですね複製して、ここをミノに番号が含まれるなら、ここをコスチュームを、落下中にする、でなければ背景にするというふうにしてください。そうすると旗を押すと、はい、このようにミノが現れるということになります。でここからこのミノをですね、こう落下させたり、まあ、左右に動かしたりしていくんですけど、まあ、それについては、次回以降やっていきたいと思います。まあ、これからですね、2日に1遍ぐらいのペースで、動画アップしていきたいと思いますので、ぜひですねチャンネル登録をしてですねお待ちいただければと思います。あとですね、今回の動画役に立ったよという人は、ぜひ、グッドボタン高評価いただけると励みになります。ではまた。